はいどうもこんにちは、サイです。今日はですね、サナギラスを描いていきたいと思います。ポケモンの描き方は再生リストにまとめてありますので、よかったらそっちも合わせてご覧いただけると嬉しいです。まずグイッと上げて、でカクッとへこみを作ります。でここくるくるで、グイッと外に出してくるくるっと、で左目は角度がつくのでほとんど見えないです。ここくるくるここからくるくるっと下に下ろしていって上げます。で爪作って、でここから爪を上げて、ちょっと移動させて、爪で下に移動させて、最後と爪でいきます。で右目はまず上をグーンと上げて、で下をちょっと丸めに、で縦長の丸を描いて、で瞳をちっちゃい縦長のものを描きます。でハイライトを入れて、で縁をつけます。で細く塗っていきます。眉毛みたいに上に三角のパーツをつけて黒くします。でちょっと厚みをつけて、で頭からちょっとトゲをトゲさせて、でこれを長めにグーンと、でこっちと合わせて、で後ろに持って、でこうこう続いていきます。で下をグイーンと下ろしていって、ちょっと手をちょこっと飛び出させます。でこう続いてきて、でグイーンと上げていきます。でラインを入れて、で左手もちょっとだけピョコッと見ます。はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえたら嬉しいです。で何か書いてみたいリクエストがあればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。